このモードを切り替えることによってゲームの動作とか消費電力とかが変わってくるわけです。スマホのゲームがちょっとね、ゲーム専用機っぽく使えるようになります。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、 ASUS の ROG フォンですね、ゲーミングスマホの最新モデル紹介します。まあね、この製品、ゲーミングスマホのですね、最近機種が増えてちょっと熱い感じになってきましたよね。はい、メーカーがね、まだそんなに多くないので、ゲーム好きの方にはたまらない、選択肢だと思います。はい、ぜひですね、詳しく説明しますのでご覧ください。はい、今回ですね、ASUS のですね、 ROG フォン、つまりゲーミング用の、スマホですね、を2製品レビューしたいと思うんですが、はい、 ROG フォン6ですねと ROG フォン6 Pro になります。こっちがね、6で、こっちが6 Pro なんですけど、これね、以前、ROG フォン5の世代もレビューしました。つまりこれ最新モデル、第6世代ということになりますけれども、なんか ASUS 最近もうめちゃくちゃ元気ありますよね。パソコンもガンガン出してきますし、パソコンのね、ゲーミング PC もガンガン出してきますし、ゲーミングスマホもガンガンですよね。ただ本家の全フォンがちょっとね、最近なんか元気ないような気がしますが、こっちはすごく元気ですよね。で、もうね、なんか見た目とかもパソコンに共通してるんですけど、すごいんですよ。ということで、早速ちょっと中を開けていきましょう。はい、でこちらは ROG フォンですね、6です。こちらは、はい、本体と、それから 65W の急速充電器、それから Type-C、Type-C ケーブル、ナイロンでくるんである高級なケーブルですね。あとね、このカードがついてくるんですけど、このカードはなんかアクティベーションの時に必要になります。はい、スマホですね、最初初期設定の時に、まあ、あると機能が簡単に追加できるカードだと思います。僕ももちろんね、使いました。はいですね、このケースもついてきます。背面がこんな感じなんですけど、このケースをつけると、はい、こんな風な見た目になりますね。結構マッチしてていい感じですよね。はい、でこの辺ちょっと光ったりするんですが、そこはね、後で紹介します。はい、では続いてプロの方を開けてきますが、もう箱からなんか演出がすごくないですか。ちょっと宇宙船っぽいような感じのね、箱がそそりますけど、ここにね、なんかレバーみたいなのがついてるんですけど、実はこれは別にあんまり関係ありません。これがあってもなくてもいいわけですけど、雰囲気はいいですよね。気分はいいです。はい。で、こう開けます。はい。こんな感じ。すごいですよね。主張がね。はい。で、さっきも言いましたけど、このカードですね。アクティベーションに使うカード。それから、はい。ちょっとね、本体等々、ちょっと出してきますね。実は中に入ってるものはそんなに変わりません。箱の演出はすごいんですけど、ケースもね、ほぼ同じようなものが入ってます。はい。穴開いてますよね。はい。それから、充電器。こちらもですね、65W、はい、の充電器がついてます。はい。あとケーブルとアクティベーションに使うカードになってます。はい。今ですね、2台製品並べてみました。ROG フォン6 Pro と ROG フォン6ですね。で、正面から見てもパッと見違いわからないんですけど、実は、後ろにすると、はい。デザインが、全然違うんですよ。ここにですね、ディスプレイが、サブディスプレイがついてまして、ちょっとね、光ってます。はい。この辺は一緒なんですけど、デザインね。ここがもう最大の違いですよね。ここはね、今ちょっとこっちが光ってないですが、こっち光ってますけど、光らせることもできます。このね、サブディスプレイが最大の違いになります。これ後で紹介します。はい。で、あとですね、主な違いとしては、性能が違いまして、ROG フォン6は 16GB の LPDDR5 RAM を搭載してます。はい。で、プロの方はですね、同じく 18GB 搭載してます。はい。RAM の量が多いんですよね。はい。そこがちょっと大きな違いとなっています。はい。基本的には、まあ、そんなに違いはないんですよ。で、どっち買ってもいいと思うんですが、まあ、そこはね、価格と使い方と満足度の相談なんですが、背景のあのサブディスプレイだけでプロが欲しくなるっていう買い方も、まあまあ十分ありではないかなと思います。はい。6の方はスムースホワイト、今これね、スムースホワイトですけれども、とファントムブラックの2色。はい。で、プロの方はスムースホワイトというふうになってます。はい。このようにですね、ギークベンチでスコアを測ってみました。はい。こちらが、はい、無印というかプロではない方ですね。こちらがプロの方ですね。はい。ちょっとね、マルチコアが違いますけども、両方ともすごい性能ですよね。はい、チップはですね、スナップドラゴンの8プラス Gen 1になっています。はい、さっきのこの部分もね、今、プロじゃない方ですね、光ってますということをちょっと紹介しておきます。
はい、ということでですね、ちょっと一番の特徴であるゲームの設定画面をね、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、これゲームコンソールということで、これ最初から入っている三国志波動っていうのかな、このゲームでちょっと紹介していきたいと思いますけれども、はい。はい、こうやって起動しますよね。はい。で、はい。で、こちらのコンソールで、はい。このように設定ができるんですよ。例えば、はい。今ですね、これで、システムの温度とかですね、クロックですね、CPU のクロックとか、あとね、ストレージとか、メモリーがですね、ここに表示されてますよね。はい。で、バッテリー駆動の残り時間等々もここでわかるという仕組みになってます。はい。で、ゲームコンソールで、はい、ここでですね、はい、ダイナミック X モード、アドバンス、超省電力とかと、こう、モードがあるんですね。で、このモードを切り替えることによって、ゲームの動作とか消費電力とかが変わってくるわけです。はい。なので、とにかく高性能で使いたい場合は、このですね、X モード。はい。で、とにかく電池長持ちさせたいよっていう場合は、この超省電力みたいな形で、簡単に設定ができます。これコンソールにはですね、まあ、様々な機能があって、それぞれのモードごとの、例えばリフレッシュレートとかね、の違いも全部ここで超省電力にするとリフレッシュレートこんな下がるんですね。はい。設定が分かって非常にね、面白いですけれども、これをね、もう徹底的にカスタマイズ可能です。だからゲーム好きな方は、消費電力とのね、バランスでいろいろ設定するといいと思います。はい。で、ここで、この RGB ビジョンという形でオフにすると消えるんですよ。今オフにしました。なので、背面消えてますよね。ここね、消えてます。はい。で、こちらをオンにしてあげると、今つきましたよね。はい。で、はい、つきました。かっこいいですね。で、さらに、こちらを、はい、こうやって変えることができるんですよね。先ほどは、この画面が光っていたと思うんですけど、例えばね、充電の時とか、ゲーム中とかですね、はい、電話の着信とか、様々な、状況によって背面のディスプレイが変わります。はい、それではちょっと充電してみますね。はい、今、充電しています。はい、今、これパーセントが出ましたよね。まあ、なかなかかっこいいですよね。そうですね、背面のシステムライトも設定が可能です。はい、こんな風にね、色合いを今、黄緑をちょっと紫色にしてみましょうか。はい、これで紫色、背面紫色になったかな。はい、なってますね。はい、ここを光らせることができます。はい、まあ、プロの方しかちょっと説明しませんけれども、プロじゃない無印の方もいろいろとカスタマイズは可能です。はい。でですね、ゲーム中もですね、これ上からスワイプしてくると、ここにですね、メニューが出てくるので、はい。様々なですね、リフレッシュレートの設定とかですね、はい。リフレッシュレートの設定とか、モードの切り替えとか、ボリュームの調整、明るさの調整とかですね、まあ、様々なことができます。で、ちょっとちっちゃいんですけど、このボタンを押すとですね、ここで、はい、そもそものモードの切り替えも可能です。X モードとかね。はい、こちらも超省電力モードとかね。で、でもリフレッシュレートは調整しようとかね。いろいろなことが、はい、できます。はい。好みでね、ゲームをしながら、ここでパッパッと切り替えることができるので、まあ、これをメインに使うことになるんじゃないでしょうか。ゲームを楽しんでいても、ちょっとバッテリーやばいから、消費電力を落とそうみたいなことが、ここで設定ができるわけです。はい。はい。で、バッテリーはですね、なんと 6000mAh の大容量のタイプを積んでます。デュアルセルバッテリーということで、65W のね、急速充電が可能です。はい。で、まあね、バッテリーの容量が大きいということは、その分、はい、充電回数も減るので長持ちするというのが、まあ、コンセプトのようです。はい。はい。で、バッテリーケア機能も搭載してまして、充電制限のすることによって、バッテリーを長持ちさせるということもできます。はい。で、リフレッシュレートはですね、60Hz、90Hz、120Hz、144Hz、160Hz というですね、ところから、はい、自動で選択ということが可能になっています。まあね、CPU も早いですし、テキパキ感は素晴らしいですよね。はい。ゲームもいろいろ試してみましたけども、非常に快適に作業できました。で、画面の明るさは最大800ニットですね、ということで、普通に使う分にはもう十分ですね。はい。直射日光下で写真を撮るときとかはもっと上げてほしいなという感じはしますけれども、まあまあ十分ではないでしょうか。ゲームをする上で気になるのがタッチサンプリングレートですけれども、こちらも 720Hz ということで、もう文句なしだと思います。はい。色合いも非常に美しいと思いました。白いのが、これね、ポートなんですけど、ここに今接続します。はい。充電できてますよね。ピーンって言って、今充電しています。はい。こうやった方がわかりやすいか。はい。
はい、充電しましたね。はい、これ専用の今充電器で充電しているので超急速充電になってますけど、ここにもあるんですよ。ここで、ここでももちろん充電できるんですよ。だからゲームプレイするときってこう横じゃないですか。ゲームプレイしながら、まあ上側でもいいんですけど、ゲームプレイしながらの充電でも邪魔にならないわけですよ。これがもしここしかないと、ここだけだとゲームプレイしてるとき邪魔じゃないですか、ケーブルが。なのでこっちにもつながるって、これすっごいアイデアですよね。これはね、かなり感心しました。もうね、僕これ苦手なんですよ。ボタンが多すぎて。こんなコントローラーもですね、使えます。ゲーム好きの方はね、もうもちろん僕は言うまでもなく完璧に使いこなせるんでしょうけれども、僕はちょっと若干おじさんなんで得意ではないんですが、はい、スマホのゲームがちょっとね、ゲーム専用機っぽく使えるようになります。はい、それではですね、気になる価格と最終的な点数評価をしていきたいと思います。はい、右側が ROG フォンの6ですね。左側がプロです。まあ、さっき紹介した通りですけれども。はい、で価格なんですけれども、6の方が、12の2頃で 129,800 円、16の512で 149,800 円、はい、でですね、こちらプロの方が、こちら18の512、すごいですよね。メモリーが18ギガですからね、169,800円となります、はい、高いでしょって方もいらっしゃると思うんですが、最近スマホ値上がりしてますよね。で、12の2頃でももう十分以上の性能だと思います。で、129,800円、まあ妥当だと僕は思います。で、上のスペックもありますし、上のスペック値段上がっていきますが、まあそれね、ステップで買えるっていうか、その12の2頃で 129,800 円、16の512で 149,800 円で、18の512で 169,800 円と、はい、自分の好みのスペックで買えるのもいいのではないかなと思います。はい、でちなみに僕が買うなら16の512かな。いやでもやっぱりちょっとプロのこのサブディスプレイとかもいいですよね。どうせ買うならもう169,800円出して18の512にして、長く快適にゲームを楽しみたいと僕は思います。はい、それでは最後に点数をつけたいと思います。今回僕は70点つけました。はい、ゲーミングのスマートフォンも結構市場が熱くなってますよね。で、まあ最安値ではないですけれども、かなりスペックがいいのと、アプリ等もよくできているので、僕はまあ70点という評価をいたしました。はい、もうちょっと安くなってくれるといいんですが、全体が値上がりしていることを考えると、まあ価格もこんな形かなと思います。以上、 ROG フォンの新モデル紹介しました。やっぱりね、ゲーミングスマホって冷却とかね、この辺にもこだわっていて、製品としても面白いですよね。はい、ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。応援よろしくお願いします。お待ちしております。Chromebook チャンネルも始まりましたので、Chromebook 入門の方、ぜひぜひご覧ください。